はい、おはようございます。プラム屋店長がお送りするキットレビュー。本日は、アリーというか、マイクロエース。この辺がちょっと具体的によくわからないんですけど、あの、マイクロエースが、えー、っと、本来は、まあ、マイクロエース、えぇ、ー、オーナーズ24シリーズとかっていうふうになりそうなんですけど、えー、っと、なぜかこれに、このシリーズに関しては、アリーのままで出されてます。まあ、QLS。 えー、まあ、社名が変わったりなんだり、いろいろとあったりしているキットではありますが、まあ、その辺は置いといて、まあ、その、アリーオーナーズ24シリーズの、えー、セリカ WX2800GT ということで、えー、っと、セリカ WX としては、この方が2代目になるんですかね。まあ、あのー、まあ、有名な話ですけど、北米で売るときに、 w ダブル X っていうのは、ま、成人指定みたいな意味合いがあるからということで、セリカスープラっていう風に解明されて、えー、っと、アメリカでは売られてました。で、えー、っと、まあ、そのセリカスープラが、まあ、70スープラになって、70っていうか、まあ、次方は 70, 70系ですね。70系になってスープラって名前になって売りに出されたということで。えー、っと、実写も何度か見させてもらったことがあります。あのー、 まあ自分が、えっと、所属していた、まあかつて所属していたスープラのオーナーズクラブの時にですね、えー、っと、セリカスープラも見させてもらったこともありますし、ダブル X の実写も見させてもらったことがあります。今ダブル X のキットで入手しやすいのは、おそらくこのアリーのキットと、えー、富見のキットになると思います。青島のは今、とりあえずは絶版状態が続いていますので、 まあ、て、店頭ですぐ入手できるって言ったら多分これか不死身かになると思います、えー。ちなみにですね、えっ、ー、と自分不死身のやつは作ったことがあるんですけど、ちょっとあまりにひどいと思ったので、えー、っと、うちでは扱ってません。<laughs> あの、金額的、キットの金額的にはそんなに大差ないんですけど、一回セリカ WX 作ってみようと思って、えー、っと、藤見のやつを作ったことがあったんですが、ちょっとあまりの出来のひどさに途中でもう作るのをやめてしまったという経緯がありまして、で、こっちのキットは、まあ、えー、っと、いろいろと他の方の制作機とかを見ていると、まあ、あの、藤見のキットに比べればかなり、 えー、まあもちろんこっちのキットはこっちのキットで、えって思うところはあるんですけども、まあそれに比べればかなり優秀に思えたので、こっちの方を扱うようにしています。えっ、ー、と、もし富士見のキット欲しいよという方がいらっしゃいましたら、あの、お問い合わせいただければ取り寄せることはいたします。えっ、ー、と、あと他に出てたのは、えっ、ー、と、タミヤからも出てましたけど、タミヤももちろん今絶版状態、えっ、ー、ていうふうになってますんで、まあ、 やっぱりタミヤが一番ダブエックスしてるのかなーっていう気がしないでもないですけど、まあ、えー、っと、うちではとりあえず今のところはこれは扱ってますということで中で紹介していきます。えー、キットすぐ見すると、えー、っと、これ、えー、っと、かなりシャコタンになります。で、あとですね、注意事,点注意事項としてはですね、デカールがですね、あのー、もちろんこのシリーズでセリカスープラもあるんですけど、 セリカスープラのデカールしか入ってません。なので、ダブル X で組もうとすると、えー、っと、デカールを自作するか、なんかしないと、えー、っと、ダブル X 仕様にすることはできません。まあ、例えばエンブレムとかを全部外して、えー、っと、ダブル X の、まあ、いじくった仕様みたいな感じで作られるんでしたら、まあ、それはそれでありかなという気はしますけど、 えっと、もし、例えば、ノーマルのセリカ WX を作りたいということであれば、デカールを自作するか、えー、っと、他のセリカ WX のキットのデカールを流用するか、という形になると思います。でですね、このキット元がモーターライズなので、まあ、トノカバーっていう風に言ってしまえば楽なんですけど、このようにもう、一体成形でこういう風に、 本来はこの下に、えっ、ー、と、元は元あらゆずですね、電池が入ったりするようになってんで、それを隠せるようになってるんですけど、えっ、ー、と、実写だと、この辺の、あのー、そのカバーだけじゃなくて、えっ、ー、と、他にも色々くっついてるところがあったとは思うんですけど、例えばスピーカーとかなんか、えっ、ー、と、ストラットタワーとか、その辺とかが見えたような記憶があるんですけど、まあ、このように一枚板ですので、もしディティーラップを目指すということでしたら、その辺を制作されてみてはいかがでしょうか。 キットの構造自体は比較的簡単です。あの、まあ、あ昔のキットってのもありますし、で、その分、まあ、バリとかもあったりとかはしますけど、えー、組み立て自体はかなり楽なんじゃないかなと思います。シートもなんかすごいとても大味な感じで、まあ、これが味だと思われる方はこのまま組まれてもいいと思いますし、このキットじゃ、この状態じゃちょっと納得いかないっていう方でしたら、えー、作り変えてみるのも面白いんじゃないかなと思います。 で、えっ、ー、と、オートマで製作するようになってますんで、まあ、オートマの、えっ、ー、と、モールドで、えっ、ー、と、オートマのシフトレバーという形が入っています。まあ、マニュアル化されたいという方は、まあ、えっ、ー、と、ジャンクパーツなどを使ってやってみるといいかと思います。ただ、個人的にこの、あの、昔ながらの昭和の、昭和な雰囲気満々のこのオートマのシフトレバーなんか、えー、結構、 個人的にはいいんじゃないかなぁなんて思ったりします。で、えっ、ー、と、ノーマルで組むと車高端になるっていう話がそこら中で出てますんで、まあ皆さんご存知の方も多いかと思いますが、車高調整に関しては比較的、まあ、元がモーターライズのキットですん、ね、で、えー、っと、上げるのは、 上げるのは結構簡単そうですね。フロントは簡単ですね。多分ここの、えっ、ー、と、車線部を切り取ってくださいって、この下に書いてある。その上に書いてある A の11ってパーツ。これをうまいこと、かさ上げしてやったりすれば、えっ、ー、と、フロントは上げれると思います。リアに関しては、シャフトの貫通位置を変更できないですね。なんで、例えばあのー、まあ、下回りを、 ええと、無視して、えっ、ー、と、まあ、下にシャフトを通すような形でつ、あの、例えばプラウォーとかですね、そういうので接着して作ってみるといいんではないかなと思います。まあ、あの、シャコタンでそのまま作りたいよっていう方はもちろんそのままシャコタンで組まれるのもいいかと思いますし、 そのあたりは作られる方の好みによって合わせてみてはいかがでしょうか。というわけでですね、このキットに関してはとりあえずまだ自分も組んだことがないというのが正直なところなので、えー、っと、まあ、これから購入を検討されている方は、まあとりあえずデカールが必要になるということ、えー、っと、あとは車庫、そのまます組みすると、えー、っと、車庫端になるということを把握しててもらえばいいかなと思います。個人的にこの、当時のセリ、あのー、 トヨタ純正の4穴ホイール、純正アルミホイールがですね、なかなかに、えっ、ー、と、萌えポイントではあります。どうでもいいですね。個人的思考です。<laughs> というわけでですね、紹介させていただいたのが、えっ、ー、と、セリカ WX の 2800GT ということで、えっ、ー、と、本当は組んでみてね、ここはこうだ、あそこはあだって言えた方がいいんでしょうけど、さすがに全部は全部を組むことはできませんので、もし良ければ参考にしてみてください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。